今回は DIY の動画です。全体の流れは内装解体、断熱デッドニング、内装作成、電気系統の順番でやっていきます。今回は内装作成の壁の動画になります。壁の流れはまず最初に助手席側の壁、2番目に運転席側の壁、3番目に壁の上部、4番目にモルモルという塗料を塗っていきます。運転席側の下の壁ではキャラバンのオプションでリアヒーターをつけてるので、そこにヒーターの機械があるんで、それを避けるように壁を作っていきます。モルモルとは漆喰風の壁に仕上げることができる塗料です。手で塗るので初めてでも簡単にできました。ペンキなどといった普通の塗料とは違ってデコボコした感じの質感になるので、おしゃれで普通の壁とは一味違った感じの雰囲気が出せます。センスが必要。うん、綺麗にやるだけじゃなくてちょっと雑に仕上げるのがポイント。そうです。適当にやったんじゃなくて。違います。主な使用工具は丸ノコ、ジグソー、インパクトドライバーなどの電動工具、あとラチェット、ハケなどを使いました。主な材料はハメ板、2×4などの木材、モルモルという塗料、モルモルを使いました。他にも合板やボルトなどを使ってます。作業工程を動画にまとめましたので見ていただけると嬉しいです。それではどうぞ。わ、すごい木の匂いするよ。ヒノキこれ杉や杉。よし、464.5 やりすぎか。やだ、杉なんか、布やすり。うわ、まずは120からやるか。120やって240。開けますよ。わわ、どんぐらい出せばいい？ストップ。ウェイ。やりすぎ？伸ばして。はいはいはい。これ鬼目ナット、これ意外と簡単につけれてる。六角でこうやってはめてくだけ。楽しそう。こんだけ。すごい。ここに取り外し可能になる。そう。すごいね、それ。これめっちゃいいよ。いいね、それ。意外と簡単やった。感じになった。オッケー。さ、はめ板を。戻してください。あ、もう完璧だ。うん、いい感じやね。いいじゃん。ここも強度が、うん、足穴ができたし、いい感じ。
すげえ強い。本当や、全然違う。この辺も全然大丈夫。大丈夫そう。やっぱやるべき世界だね。よかった、強い強い、うん、安心。やっぱね、二度塗り上したけどさ、色ちょっと違うよ。ほら白くなったか。うん、結構白くなったよ。できた。止めてない忘れとった。そこは何のスペースにしますか。いい感じのね、うん、扉っぽくな、なんかの工具箱っぽいよね。確かに、ちっちゃいけどね、うん、でもこう引き出して鍵入れる、あ、こういうとこってさ、うん、こんな感じじゃない。工場とか会社のって、うん、OK。タイヤハウスカバー完成。お、ぴったり。だいぶ頑丈。ちょっと頑丈すぎたな。この色白くなってきますか。二度手間だけど真っ白にしていく。開けれるかな。お、簡単に開いた。さすが。さあ塗っていくぜ。あ、意外とそんな、なんかもっとさ、ドバッと真っ白かと思ったら全然そんなことないぞ。天板をケアします。ペーパーで削っていく。いい感じ。いいやん。これで完成。24時間ぐらい待てば完成。OK、 いい感じ。Okay、小学校のさ、教卓みたいじゃない本当に。え、これシルバーやったら教卓は。あ、そっか、シルバーか。でもこんな感じやったやん、色といいさあ、もう白汚れてきたよ。本当？ほら、本当や。多分これがね、うっすらでついてこの辺に。いや、
ちゃん。もるもる。もる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 。うわ！すごい！草！すごい！かき混ぜまーす。うわ、やば！ちょっと待って、これ。これ、やばいな。すごい！すごい！怖っ！え、どこ塗ろう？いきまーす。うわー、すごい濃厚。楽しい。じゃないですか。うん。モルモル足りなかったから普通の白の塗料を塗った。よし、モルモルやります。あ、絶対こっちの方がいいわ。あれ、モロモロが入ったか。ああ、モロモロ入ったかもしれない。もうちょっとかな。いけた？入った。入った入った。入った？じゃあ。はい。うわ。めっちゃ綺麗やん。